なんでこれ左翼の人間性お前はとこの書いておいたかというとですね、ああ僕ねこれ人間性ってのがね、いや極めてね、ああ出てるなというふうに思いましたね。山口二郎大先生のですねツイッターを拝見したらね、こうやって書いてましたよ。もう自民党の岸田政権の支持率が落ちてるのだけではしゃぎにはしゃいでるんですけどね。で、岸田首相にとっては右派を切り宏池会の面目を回復するための好機到来というべき。今度はなんか自分ね、この間までね立憲民主党のブレンダーとか言ってたのに、岸田首相のブレンズらし始めましてね。で、宏池会に路線に戻ればいいんだとかなんか言ってね。政治家は表現すべし。まあ、ここまではまだいいとしてもね。その次にね、人間性が私はね、全部出てると思った。山口二郎ってどんな人というふうに聞いたら、ここを答えればいいと思う。安倍元首相への義理などどうでもよいって書いてるんですよ。義理と人情と痩せ我慢っていうのをね、捨てたらね、日本人終わりですよ。本当にね、こういう人たちって人間性に問題があるなというふうなことをね、私はね、つくづく感じましたね。葬式に出るなとかね。出るって言ってる人間に対して怒るとかね。おい、これちょっと普通のね、まっとうな日本人の感情からしたらね、ありえないことを言ってるわけですよ。義理などどうでもよいってね、はっきり書く人います？ほらね、山口さんってなんか友達とかいないのかなとかいうふうに思いますよね。なんか、でもなんかあったとしてもですね、多分なんか、ね、なんか彼らがなんか飲み会とかやってる時、安倍がとかなんかずっと言ってるんでしょうね。国葬反対とかなんか言ってなんかやってるんでしょうね。恐ろしい呪いの宴ですよね。なんか、そういうのってね、気持ち悪いなというふうに思います。